ダッキと呂布、凶悪かつ強力な2人が率いる大軍が孫権の城を覆い潰そうとしていた。城を守るは宗仁と周泰、鉄壁の守り手といっても良い2人だったが、孫権の援軍が到着するまで彼らは城を守る。ダッキと呂布の目当ては腕輪か。ここを突破されてはいずれ孫権様が来る。ああ、この宗主公、ダッキ率いる大軍が迫っているか。この城は宗主公が必ずや死守せん。孫権様の援軍が来るまで守り抜く。まずは城周辺の敵を倒せ。その後隙を見て撃ってってる。撫で斬りぞ。正体不明の渡者が出現。一人で呂布軍と戦っている模様です。なんと、すぐに合流しろ。敵の敵は味方。今は少しでも戦力が欲しい。実に力強きこと。自分も奮戦せねば。どこなんだ。日の本の城のような気もするけど。敵将、そこを動くなよ。俺の腕見せてやる。おう、俺の前に立つか。リード上陸戦。はい、上陸。覚えておいてやろう。父上と張り合うなんて、敵も侮れない。やはや随分やるものですな。私たちも気を引き締めねば。人ひねりだ。
かなう相手じゃねえか。世界に迷い込んだばかりの様子。余計な世話かもしれぬが手を貸そう。助太刀ですか？ありがとうございます。俺は豊久、島津豊久です。気づけば知らない場所にいて襲われてめちゃくちゃ困ってたんです。それが定めだ。そう、実に力強きこと。自分が本戦せねば。はい。助かりました。あの、この城を奴らから守ってるんですか？よければ手を貸してもらえぬか。はい、喜んで協力します。島津は受けた恩は必ず返す。レンレン、西から敵の増援が接近中。まだ敵が来るのかよ。もう無理だ、絶対勝てねえ。敵の増援を許せば我が軍は窮地に立たされる。増援が来る前に西の砦を制圧せん。なんて見事な剣さばきだ。俺、あんたみたいに強くなりたい。そのような目で見られたのは初めてだ。控えよ、投げ入りぞ。次会った時覚悟しろよ。なんて元だ。こっちも熱くなってくるぜ。宗神殿は戦上手なんですね。その采配、俺憧れます。身に余る言葉だ。この久殿こそ鬼のごとき武勇よ。増援を崩せよ。総隊、敵軍が来たら一気に襲いかかれ。承知しました。引っかかったな。
なぜここに敵が。我は不可能なんだ。城はひとまず守れましたね。恐れている。エコーのあるが地球に突破されよう。敵さん、案外しぶとい。でも、これで終わりかな。ね、ジンキューさん。さよう。砲術の準備ができましたぞ。いざいざ、追い打ちをかけん。砲術を放っておいたらヤバいぞ。早く止めに行かないと。追い打ち。はよう。ここを動けば城の守りが手薄に。ダメだ、八方塞がりだ。俺が大筒を止めてくる。島津は最後まで諦めない。豊久殿を死なせてはならん。誰か援護を頼む。実に力強きこと。自分も奮戦せねば。あの若武者、一人で敵陣に。一人でもっと頑張らねえと。こらわず、血で無視しすぎ。敵陣へ向けて攻撃を開始する。今、私に続け。我はサノーマリ。手をしていただけますかな。偉人についえよ。これで終わりではありませんぞ。よし、カバットは止めた。あと一つだ。みんな、よく持ちこたえてくれた。これよりは我らが共に戦おう。おお、尊賢殿、これで流れも変わるだろう。皆の向かいで守りきれた。もう尊賢さんたち来ちゃったの。城を落とすのに時間かかりすぎ。もう力押しするしかないか。じゃあみんな攻めちゃって。あんたも強そうだな。一緒に戦えるなんて燃えてくれ。なかなか熱いやつ。俺もお前と共闘できて嬉しく思う。
よし、これで砲撃は止まったぞ。よし、集隊、その調子で進むのだ。二の重鎮たる宗神殿と器を並べようとはな。これほど頼れる味方はおらん。それはこちらとて同じこと。孫武の刀匠の力、まことに心強い。一体、よくぞ城を守り抜いてくれた。いいえ、俺の働きなど皆のおかげです。チェスト、なになに、この子ちょっと残念な感じなの。楽しいことしましょう。宗神殿、持ちこたえてくれて感謝する。さすがは葬儀の盾たる将よ。いや、この勝利は豊久殿の活躍によるもの。称賛の言葉はこの若き優勝に。俺だけじゃなくてみんなが諦めなかったから、だから勝ったんです。改めて礼を言わせてくれ、豊久殿。貴公の諦めない心に。素晴らしい猛将だ。そんな、褒めすぎです。俺は…自分も、周太殿も、豊久殿に頼みがある。我らはこの異界で、貴公のような猛者が仲間になってくれると嬉しいのだが。はい、俺でよければ喜んで。さっき助けてもらった恩もありますし、俺、鬼島津の名をこの異界にも轟かせたいんです。ああ、よろしく頼む。俺はもっと強くなる。上々なる。戦場を混沌で染め上げてやろう。